ご視聴ありがとうございます。今回もフィギュア展示になります。呪術廻戦フィギュアのまとめになります。といってもまあ3体しかいないんですけどね。本当はですね、スマイルフェス展示の2体だけの予定だったんですが、よく考えたらすごい前に撮ったメガハウスさんのナナミも投稿してなかったので、今回混ぜちゃいました。はい、ということで、今回は五条戦下等ナナミの3体になります。よかったら見ていてください。はい、で、もう五条先生っていうのを映してるんですが、劇場版の方ですね、呪術廻戦0から、五条悟のフィギュアが出るんですが、これですね、メーカーフリーイングさんです。ということで4分の1スケール、超でかいフィギュアになります。フリーイングさんの4分の1のジャンプキャラっていうのは毎回ちょっとしたエフェクトがつく感じになるんですかね。ヒロアカ、鬼滅、呪術、毎回軽いエフェクトがついた立体化になってます。はい、で、やっぱり4分の1スケールという大きいサイズなので、呪術って衣装が単調なデザインなんですが、グラデーションの塗装とかも繊細に見えますよね。7分の1とかと比べてもやっぱり見た目が違いますよね。よりかっこよく塗られている感じがしました。だとやっぱり大きいのでお顔のクオリティも上がりますよね。で迫力もあってと、やっぱりクォーターサイズってすごいですよね。でもこれ本当いくらしますかね。まだ未定にはなってるんですが、プレートに恐怖の文字が見えたんですが、五条先生も、ゲトウも、東宝アニメーションストア限定って書いてあるんですよね。ですのでもうこれ多分定価確定ですよね。呪術ゼロのフィギュアって東宝アニメーション限定っていうパターンいくつかありますよね。寿屋さんなんかもそうですもんね。なんだか大人の事情を感じますね。深くは探らないでおきましょう。はい、でフリーイングさんの最近の例えば加納姉妹なんかも、お値段4万円近かったですし、でバニーも最近もう同じくらいしますからね、4万円。ですので例えばゲトウとかかなりでかいですからね。4、5万しそうな気がしました。できっと割引なしですからね。いやこれもかなり厳しい価格になりそうな気がしました。予約開始ビビりながら待ちたいと思います。はい、ではですね、お月いきましょう。お月がですねメガハウスさんで、呪術廻戦ナナミケントフィギュアになります。ですいません、これ受注も締め切っちゃってるんですよね。確か8月末までだったと思います。ですのでほとんどのお店がもうこれ予約できない状態かと思います。すいません。はい、ですのでそうですね、これから狙うとかとなるとアミヤミさんとかで予約の復活、または発売後の在庫復活くらいですかね。そんなわけで今更になってしまって申し訳ないです。はい、で、メガハウスさんの呪術フィギュアとなると結構間空きましたかね。虎杖、五条戦で結構久々で今回のナナミンだと思います。でナナミンのフィギュアといえば今寿屋さんでも予約してますし、あとこれから渋スクさんからも発表されると思いますので、もうすでに3体のフィギュア化っていうのは決まってると思うんですが、でも今回のメガハウスさんのデコマス個人的にはすごいよく感じたんですよね。ちょっとした動きのあるポーズですとか、あと色味も結構鮮やかかつでシワのグラデーションとかも濃く綺麗で、すごいかっこよかったんですよね。でこれ一応素顔パーツもつくみたいなのでメガネなしにもすることができるみたいですね。でもナナミといえばやっぱりこっちの方がいいですよね。今回、エフェクトとかなく結構シンプルなフィギュアでしたが、個人的にはなかなかかっこよく感じました。ぜひともチェックしてみてくださいって言えない時期ではあるんですが、一応来年1月発売予定ということで、ぜひ頭に入れておいてください。で、そういえば9月18日に特番もあるみたいですね。2期の情報とか来ますかね。楽しみに待ちたいと思います。はい、では以上になります。今回は最近撮った、呪術フィギュアのまとめ、というか3体でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。